acquainted. ちっちゃな夢が育つとき聞こえてくるよ You got acquainted. You got acquainted. You got acquainted. Quainted, quainted.山でも越えちゃうぞラララ嵐が吹いても歌っちゃおう雨が止んだらいい天気なんかがほら君を待っている You got the music You got the music You got the music Music, music You got the queen 薄井幸を錬金術農場に行く火曜日の朝コンハルたちは薄井幸を独身28歳を錬金術農場に連れて行った。薄井さん、あ、危ない。え、何？缶よ、缶。前をよく見ろ、周りをよく見るんだ。うわぁ、どうしたなんすか、薄井さん。大丈夫か？おじゃ、あわてないでたも。怪我はないか？やばい。コンハルの祖父です。コンハルの P バーです。コンハルの PG です。個人情報はないので大丈夫です。おい、コーニメラ。そんじゃ、薄井が怪我をしてるでな。捻挫でゴンスか。気づけ、泣くことないでしょ。私たちがコーニー君と薄井の手当ての感情を持って漫画を届けに行こう。そうしよう、お母さん。ありがとう、コンハル、おじいちゃんたち。おー、停車機。錬金さん、薄井さんの代わりにわしらが届けたでゴンス。合体、聞いておろろけ。見ておれ、マニメの今の生き残る。あー、いた。あれ、俺なんか間違えたかな。大丈夫かい、コーニー君。あとは手伝ってやろうか。あ、あら、これ、なんだ、このへそくり。おお、お猿のジョージの前の番組表じゃないか。ほんのよ、これ、ホーツアピね。確かに言われてみればそうでゴンス。Pばあちゃん、これ見てもいいよ。あれ、放送日、これはバレてるじゃないの。何やってるの、もうあなた。ああ、この放送日はやばいでゴンス。炎上でゴンス。よし、今からちぎるでゴンス。間違えて書いたのは誰だかは知らないけど。どうせ薄井さんだ。俺が追加でやってしまいました。お父さん、コンハルくんの PG ちゃんね。そっくりどころか、正直に言ってもわかんないけど。しぃー、放送日がバレてたぞ。うわこの後は薄井幸男の漫画を渡すどころか、錬金術一家は大パニック。そしてやってしまったコーニトリオと
コンハヌのじいちゃんとピーじいちゃんとピーばあちゃんが大パニックになり、喧嘩がひどくなった。この放送日、喧嘩どころかお説教が開かれる。ちょっと放送日を書き写したやつらには説教ね。これは一体どうしたんだ、コーニートリオ。ごめんなさい、私が全然気づかなかったんです。錬金さん、このへそくりは間違って渡したのは。いやコンハルくんのおじいちゃん、本当にごめんね。いや俺が入れちゃったのは悪いけどね、薄井さん。その責任を持つしかない。二人で反省しながらも、もうパニックになるのはお前だと思うよ。コーニくんも責任取ったらどう？そうよ、逃げないで責任を取りなさい、協力して。はい。これは何の騒ぎだ？これは錬金様の漫画を渡したのは、コンハルくんのおじいちゃんたちがへそくりを持ったのは、おさなのジョージのおさでございます。一体これはどうしてたんだ？だからへそくりでございます。おさびのへそくりだっぴ。まあまあまあ、喧嘩はよせ。パオン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 。ハルゾウがごめんごめん、一旦ごめんって言ってるよ。ハルゾウくんは悪くないわよ。じゃあ、見ていたのを映してたんだね。はい、去年の金曜日の2月頃に書いていた領収書を付属していたんです。あ、そうだったんでこうすか。ピーじいちゃん、じいちゃん、ピーばあちゃん、これは薄井さんが去年の2月頃に見ていたテレビを、一応はね、テレビで見ていたのはお猿のジョージの番組だったんだって。そっか。お、じゃあコーニメラ、薄井の番組見ていたって聞いたでおじゃるか？もう納得したでコンス。びっくりしたよ。炎上かと思ったピー。それはこっちのセリフよ、炎上っていうセリフ。今言いたいのはこっち。炎上と勘違いしたのと、へそくりを持ったのと、どっちがパニックか区別がつかなくなるコンハルのおじいちゃんたちだった。ああ。パオーン。ああ、ごめん、ハルゾー。今のは笑い事じゃないよな。そうそう。なるほど。ムスイさんが見ていた、テレビを録画していた BS で、おさなのジョージを見ていたってことなんだね。そうよ。アリーもきっとジョージの番組を見ているのね。私と同じくらい。あんた？ああ。あかね、これはへそくりじゃなくてよかったでゴンスか？最初は炎上だと思って。うけー！おい、この、いねえだろ。おじゃる様、喉が渇きました。おじゃあ、電ボ。ああ、カルピス取ってきます。
年金さん。あ、カルピス。私が持ってくるからいいよ。電ボくん、はい、カルピスやるよ。君には必要なカルピスがあるからな。仏壇にカルピス入れたことがあるよ。仏壇にカルピスはダメでしょ。しー、個人情報言うなよ。すいません。番組表の嘘を書き込んでたのは俺でした。錬金さん、俺がこういうへそくりを持ったようなことを。小春くんがやったの？本当に？嘘でしょ？まさか。なんてこんなへそくりを持たなきゃいけないんだ。へそくりをどうしてくれるんだよ。また。待てー。どうしてくれるんだって。ああ。悪かったよ。うすいさんごめんなさーい。やれやれ。こういうへそくりを納得しての、これだな。本当にもうそれで大騒ぎになったのかもね。おい、待てー。こら、走っちゃダメ。ピージー、こら、走っちゃダメでしょ。俺には怒ってる？いいえ。怒ってないわよ。君には怒ってないからね。